さてお次、明治3年の今日、城ヶ島に灯台が完成しましたね。その前は灯明台といって、一見石灯籠風のものでしたが、明治になると外国船もやってくるってんで作ることになりました。でもまだ日本人には作れない。そこでウェルニーさんとグラントンさんという人に頼んで灯台作りをしたんです。これは観音崎の灯台ですが、この頃は電気がありませんからね。石油を使って明かりをつけてました。でも灯明台よりはずっと明るい。機械だって優秀なのがびっしり詰まってますよ。ほら、ご覧なさい。ところで城ヶ島といえばすぐに頭に浮かぶのが、雨は降る降る城ヶ島の磯に、北原白秋さんの詩ですね。この白秋さんのおかげで城ヶ島というのはぐんと有名になりました。有名になれば観光客がどんどんやってくる。そこで設備も良くしようってんで出来上がったのが城ヶ島と三浦岬をつなぐ城ヶ島大橋。いいところです。一つお出かけください。